みなさん、こんにちは。アクタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回はリクエストにお答えして、ウォーキングベースの作り方を皆様にご紹介させていただこうかなと思います。ウォーキングベースの作り方。ウォーキングベースってなんやねんっていう方に向けて、ちょっとウォーキングベースとは何かとお話をさせていただきますと、普通 の, その8ビートとかと違って、なんかいろんな音遣いをしていくようなベースラインのことです。8ビートとかだと、こう、ブン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 つってこう。ブン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 って同じような音遣いをしていくじゃないですか。こうじゃなくて、こんな感じで、なんか歩くような感じで、なんかいろんな音を使って、フレーズを組み立てていくと。こういうのがそのウォーキングベースなんて言い方をするんですけれども、今回はこの作り方をご紹介させていただこうかなと思います。ギターレッスンって銘打ってますけれども、ベースのラインの作り方なので、別にギタリストに限らず、ピアノの方でもベーシストの方でも十分参考になるかと思いますので、よかったら、ギターじゃなくても参考にしていただけると嬉しいなという感じでございます。ウォーキングベースの作り方。やってみます。いきます。それでは、まず何かしらコピー用紙とかメモ用紙とか用意していただいて、メモを取るところからスタートしてみてくださいませ。書いていただきたいことは、とりあえず線6本。ベースの方だったら線4本。五線の方だったら、五線、何でもいいです。とにかくメモ用紙でございます。で、ここにそのルートを書き込んでいくわけなんですけれども、そうだな。6弦の5フレット、5弦の9フレット、6弦の7フレット、5弦の7フレット。という感じでいきましょうか。5、9、7、7。これそれぞれ、コードネームで言うとすると、A、F シャープマイナー、B マイナー、E って感じなんですけれども、これがまず基本となるルートの音でございます。8ビートとかだったならば、この音をブン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 と弾いていくわけですね。ブン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 。こんな感じです。でも、ウォーキングベースの場合は、これ、ブンブンじゃなくて、いろんな音を弾いていくわけなんですけれども、一緒にフレートを作っていってみましょう。Yes! すごい簡単に言いますと、このルートの音は必ず弾きます。で、このルートとルートの間に何かしらの音を弾くだけでいいんですよ。で、この何かしらの音、割と本当に何でもいいんですけれども、この何かしらの音をパッシングの音、って言ったりとか、経過音って言ったりとかします。パッシングの音、経過音。何かしらのサムスティングです。なんか合間の何かです。いろんなやり方があるんですが、一番簡単なのがクロマチックを使ったパッシングの音でございます。それぞれのこのコードトーンじゃないか、ルートに向かって歩いていくわけなんですけれども、半音の下から攻めるっていう考え方です。5からスタート。その次、9フレットがゴール地点なので、8フレットから攻めます。8、9と攻めるんですよ。9フレットの下から攻めるんです。で、同じように、この6弦の7フレットに関しても、7フレットがゴールだから、6から攻めるんですよ。6、7っつって、6、7。で、ここに関しても一緒ですね。ゴール地点が7フレットなんで、半音下の6から、6、7っつってこう攻めるわけです。で、一周すると、ここに5が鎮座しているので、4、5という感じで、4、5とこう下から攻めるわけですよ。すごい、そんな雑でいいのって思ったかもしれないんですけど、割とこんなんで大丈夫です。半音下から攻めるみたいな、そんな感じです。でも、意外とこれだけでもそれっぽく聞こえるんですよ、不思議なことに。ちょっとやってみますね。こんな音です。こんな感じです。なんかすごい、なんかウォーキングベースっぽいですよね。で、今そのゴール地点の半音下から攻めるって言ってるんですけども、半音上から攻めるっていうのも全然ありです。例えば、ここは半音下からにしよう。で、じゃあ、ここはなんか半音上からにしようとか、ここも半音上からにしよう。で、ここは半音下からっつって、なんかこう適当にやっていくわけですよ。で、この半音下なのか上なのかっていう、これ別にその基準があるわけじゃないです。ノリです、勢いです、フィーリングです。本当にもうこんな感じっていう、なんかそんなざっくばらんな
なんかあれでやっていただけるとすごく嬉しいです。ちょっとこれも演奏してみますと、こんな響きになります。こんな感じのノリです。なんかすごい、それっぽく聞こえたかと思うんですけども、どうでしょうか。こんな感じで、ゴール地点の半音下とか半音上から攻めていくっていうのが一番簡単なクロマチックのやり方でございます。で、もしそのスケールとか、皆さんご存知でしたならば、スケールを使ったウォーキングベースっていうのもなかなか面白いものかと思います。俺はスケール全然わかんないなっていう方は、クロマチックでGOでございます。今から紹介させていただきます2つ目のやり方は、そのスケールを使ったウォーキングベースです。キーが A なんで、具体的に言うと A メジャー7、あと A メジャースケールを使って弾いていきます。A メジャースケール。この音ですね。クロマチックの場合はね、その半音上とか半音下とか、すごいざっくばらんに考えていって OK なんですけれども、スケールの場合はもうちょっと、理論的にというか、もう少しこの、なんて言うんでしょうね、その理屈でこのフレーズを作っていくような感じです。A メジャースケールの中から音を引っ張ってくるわけです。A メジャースケールの中から音を引っ張ってくる。半音上とか半音下とか、そんな適当じゃなくて、A メジャースケールの中に存在している音を引っ張ってくる。そんなイメージです。例えば最初、ラからスタートするわけじゃないですか。5フレット、ラです。で、その次、9フレットのファシャープに行くときに、ファシャープがゴールなんだけども、そのファシャープの1つ下の音、つまりミの音からアプローチをしていくとか、そんな考え方です。で、その次、7フレット、これはシの音なんですけれども、シに対して1つ上の音からアプローチをしていくと。まあ、つまり9フレットで、ドシャープとなるわけですね。で、同じように、次、ここはミの音なんですけれども、ミの音に対して、なんかこう、1つ下の音から、つまりレの音からアプローチをしてみると。で、その次、シがあって、ラがあってみたいな。なんかこんな感じで組み立てていくわけでございます。それぞれのスケールの音、なんでしょう、それぞれのパッシングの音を、メジャースケールの中から引っ張っていく。こんな感じになります。こんな感じの響きになります。すっごいビビたるさだとは思うんですけれども、クロマチックで作ったウォーキングベースの場合は、ちょっとこうスケールアウトするところが多くなってくるので、ちょっとこうふわふわしたというか、ちょっとこの不安定な、なんていうんですかね、浮遊感のあるフレーズになると思うんですよ。それに対してスケールなぞって弾いていくと、どっちかというと、この浮遊感というよりも、なんかこう、しっかりした、安定した、なんかこう、地に足ついた感じの雰囲気になると思うんですけども、その辺どうでしょうか。けど、その浮遊感があるクロマチックがダメとか、そのね、地に足ついているクロマチックが正解とか、そういうわけじゃなくて、それぞれのアプローチをすると、そういう雰囲気になるっていうだけの話なので、これは良い悪いではなく、正解不正解ではなく、どういうニュアンスを出したいかっていう話になってくるので、まあそういった使い分けをしていただけると嬉しいなという感じです。どっちが正解とか、どっちが正しいというわけじゃないです。それぞれそういう特色があるので、まあ、そのどっちの雰囲気を出したいか、もしくは、スケールを知らない方でしたら、クロマチック一択でやってみていただければという感じでございます。なんとなくイメージはつかめましたでしょうか。こんな感じで、それぞれ そのルートの音ですね。ルートの音は必ず弾いて、その合間のパッシングの音、経過音、サムシング、何かしらのサムシングを適当に弾いていくと。そんな感じになります。で、できればこのね、後ろの音、まあ、つまりこのルートに向かって歩いているので、ルートの近くの音とか、ルートに関わりある音を使った方がまとまりは良くなると思いますが、基本的にこんな感じで適当で全然大丈夫です。わお、なるほどね。クロマチック使うとすげえ簡単にフレーズが作れるぜ。ウォーキングベースちょろいちょろいって思っていただけたかと思うんですけども、どうでしょうか。ちょろいちょろいって思いましたでしょうか。思っていただけたらすごく嬉しいんですけれども、残念なことに、これは簡単なパターンです。簡単なパターンです。簡単なパターンでございます。簡単なパターン。
大変に申し訳にくいんですが、簡単なパターンなんですよ。これ何が簡単かっていうと、そのルートとルートの間のそのパッシングノート、経過音、これの数が1つしかないから簡単なんです。次にあるパターンは、これがなんとびっくりと3つになります。なんとびっくりと3つになってしまいます。これがね、ちょっと大変。これがちょっと大変です。パッシングノートが1つの時はまだ簡単。で、3つになるとちょっと大変。ちょっと少々お待ちください。でこんな、ね、そのなんかティッシュでなんか拭いてないで、なんかこうね、なんかイレーサー買ってこいって話なんですけどね。なんか普通にこう、なんかガシャガシャすると、なんか上からテレビが落ちてきそうで、なんかすごいなんかドキドキしちゃったりとかする感じなんですが、まあ、イレーサーもないし、ちょっとテレビ落ちてきそうで怖いなみたいな。でもなんかこう、毎回こうダイソーに行くたびになんかこうイレーサーを買うの忘れるんですよ。なんかそういうのあるじゃないですか。なんかこう、卵買いに行ったけど、なんか卵買うの忘れて、長ネギ帰ってきたみたいな、なんかそんな感じのあれでございますよ。ダイソー行くと毎回忘れるんだというわけか。で、まあ、全然関係ないですけど、ダイソーって日本だけじゃないんですね。なんか前に台湾行ったときも普通にダイソーあってびっくりしましたし、この間韓国行ったときも普通にダイソーが馴染んでてびっくりしました。すげえ、なんかダイソー、広島の確か会社だったと思うんですけども、何気に世界進出めちゃめちゃしてるんですね。びっくりでございます。はい、次の議題、アジェンダ、いきます。これはですね、6本の線です。ここにまた数字を書き出していくんですけれども、Am と Dm にしましょう。Am と Dm。このルートは必ず引きます。で、さっきも、申し上げましたように、このそれぞれのルートとルートの合間に3つパッシングノートを入れていきます。これがちょっとむずい。これがちょっとむずい。でも考え方はそんな変わらないです。クロマチックでいくか、スケールで攻めるかのどっちかです。もしくはそのミックス。スケールとクロマチックをミックスさせるかのどれかです。ちょっくらやってみましょう。クロマチックの話をそのままこれにバンと突っ込むとすると、こうなるわけです。ブン、バン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 と。このゴールに向かって、もう半音ずつ、オラオラオラと歩いていく様子が分かるかと思います。これがまあそのクロマチックをそのままボンと適用した際のフレーズって感じですね。で、同じようにこの5フレットに向かって上から攻めるとかもありです。例えばこんな感じ。弾いてみますと。こんな感じでございます。それぞれのルートを磨けて、半音ずつ上がるか下がるか、どっちかって感じです。これがそのクロマチックをボンと適用した場合のパターンです。で、次 の, そのスケールがですね、これがちょっとややこしいんだな。何と説明したらいいか、すごいちょっとわからないぐらいややこしいところでございます。センスの見せどころって感じですね。まあ、これ、キーが Am なので、Am スケールを使っていくことになります。この音遣いですね。で、これを、例えば、ちょっといくつか弾いてみますね。よかったら、メコピ、ミミコピをしてみてください。ちょっとしばらくゆっくりいくつか弾いてみます。イメージつかみましたでしょうか。今ちょっとこのスケール使ったりとか、クロマチックを織り交ぜたりとかして、ウォーキングベースしてみたんですけれども、こんなイメージです。あとはひたすら鍛錬を積んでやってみてくださいませ。皆さん自身でそのいろんなウォーキングベース、いろんなラインを踏んでみて、ちょっと慣れていただくという感じでございます。あとはひたすら練習ということです。とりあえず、その慣れないと、やっぱりそのルートを見失うというミスと、歩数を間違えるというミス、この2つがめちゃくちゃ多いと思います。なんかこうルートを見据えているつもりなんだけども、ルートがどこにあるのか分からなくなってくるとか、
あとその何歩進んだのか、3歩ずつ進むわけなんですけれども、その、ね、パッシングノート何個浮いたのかが分からなくなってくるというミス、この2つが、まあ、すごく多いと思います。で、これらを乗り越える手段としては、もう本当に練習しかないんですよ。もう慣れです、慣れです。慣れてくると、それぞれ の, そのルートをちょっと頭の中で、ね、こう見据えながら、なんかマイルストーンというか、なんかアンカーというか、なんかそういうのを見据えながらこの、ね、歩き回ることができますし、歩く歩数も回ることができますし、でちょっとこの転びそうになってこう、ね、あっとっとっと歩数間違えたってなっても、すぐにこう、ね、へへ、なんともないぜ ってこうリカバリーできたりとかするんですよ。で、その状態になるためには、やはり練習という話になってくるので、頑張って鍛錬を積んでいただければという感じです。頑張って鍛錬を。慣れてくると、本当はね、ロロロラってこう歩き回ることができるので、ぜひ練習してみてくださいませ。すごい難しいですけども、できるようになると結構楽しいです。慣れるようできるようになると結構楽しいです。はい。それでは1本目の動画ではこの辺で終わりにしようかなと思うんですけれども、いかがでしたでしょうか。ウォーキングベースうまくできましたでしょうか。2本目の動画では、ちょっくら何かしらの曲をモチーフに、練習をしてみたいなと思います。なんて言うでしょう。その慣れるまではそのコードは絞った方がいいです。今2個でコード練習してるじゃないですか。2個でコード練習して、もし慣れてきたならば、その G とか C メジャーセブンスとか、なんかコードを増やして練習していくわけですよ。どうしようかな。ちょっとやってみましょうか、これも。A からスタートして、で、G に。で、C に行きます。で、また一周。こんな感じで今4つで弾いてみてるんですけれども、なんとなく分かりますでしょうか。で、これがどんどん慣れてきたならば、コードを増やしていく練習をすると良いんです。なので、次の動画でやってみたいのはそれ。モチーフを用意して、ウォーキングベースを作る練習を皆さんと一緒にやってみようかなと思います。モチーフを用意して、ウォーキングベースを皆さんと一緒に作っていく練習をしてみます。で、そのモチーフは、何でもいいんですけれども、なんとなく、あれにしましょう。踊るポンポコリンです。踊るポンポコリン。ちびまる子ちゃんの踊るポンポコリンを、やっていこうかなと思います。何でもかんでもみんなと、なんでもかんでもみんな。登場。あったたらりら。こんなパターンをやってみようかなと思いますので、よかったら。なんでこの曲なのかは分かりませんけれども、よかったら2本目の動画も楽しんでいただければという感じでございます。それでは今回の1本目の動画はここで終わりにさせていただこうかなと思います。違う動画でまたお会いいたしましょう。さようなら。